あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋も。はい、こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。今長野県は小バステの棚田に来ております。ここは本当に景色のいい棚田です。そこでこの演奏をしている人たちに自己紹介してもらいます。吉野高校2年課題探究棚田グループの羽生田と申します。同じく吉野高校2年課題探究棚田グループの田中です。棚田グループ、それは何でしょうか？棚田グループといいますのは、吉野高校の課題探究という、はい、授業の一環で行っている、研究なんですけども、はい、そこで、私たちは地域の活性化を目指して千曲市のおばすて棚田を活性化していこうっていうことで、研究探究をしています。はい、このイベントは、若い方々をおばすての棚田に呼び込もうっていうことで始めた、うんうん、企画したイベントで、今回出演者様が、高校生のバンド、長野県内の高校生のバンドになっています。で、地域の方も、そうですね、観客として来ていただいてもっとこう棚田をアピールできるイベントを作っていこうって、棚田に若い方を呼び込もうっていうことでやらせていただいているので、こんだけそうですね、ちょっと想定していたより人が来てくれていてすごく嬉しいです。嬉しいです、はい、なるほど、想像以上に、一般の人も学生以外の人たちも来てくれて、本当に、良かったかな。良かったですね。はい、すごい心配してたので。どうですか、田中さんはどんな役目があったんでしょうか。私は、同じく、バンドのこのライブを開催するにあたって、4人いるんですけど、はいはい、4人で一緒になって協力しながら、必要な打ち合わせの会議を何度も行ったりだとか、必要なバンドに声をかけたり、あと経費を申請したり、補助金を申請したりだとか、なんか市のね、補助金でしたっけ。千曲市のまちづくりチャレンジ事業というものに、応募したんですね。はいはい、それの補助金を使いまして、はい、この音響代だとか、はいはいはい、そういうものを自分たちで用意しました。なかなかこういうことやるにはね、資金もかかりますのでね、そういった準備をひたたかにやる担当だったんですね。いや、もうみんなでそして羽生田さんはどんなことが苦労だったでしょうか。はい、苦労したことはいっぱいあるんですけどそうですね、やっぱり一番はおばすての棚田っていう重要文化財の場を借りてやらせていただくイベントということで、管理してくれている地域の方へこう説明をしに行ったりだとか、学校でも先生とこうたくさん相談したりだとか、はいはい、あとそうですね、一番はやっぱり補助金の申請が、そうですね、結構プレゼンテーションを作って、自分たちはこんなことをしてバス停を盛り上げたいっていうことを市で発表させていただいて、市まで行ったんですね。はい、あ、そうです。それでそのプレゼンテーションをして採用されて補助金をいただけたんですけど、はい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 、そこからもう今は今日までずっと結構大変な毎日で、はい、すごい大変でしたね。大変でしたね。なるほどなるほど。まあ天候もね、ちょっと曇りですけども、はい、一応なんとか、なんとかなんとか、そこもすごい心配して、そうですね。で、出演者は今回なんか何人ぐらい、何組ぐらい？出演者は長野県内の高校生バンドを5組と、あと千曲5組と、千曲市のシンガーソングライターさんの林さんをゲストでお呼びして、計6組のバンドでやらせていただいてます。6組ですね、はい、呼びかけるのも大変だったと思うんですけどね、はい、どんなところに大変だったでしょうか。呼びかけることに関しては、当初そうですね、予定していた日にちがあったんですけど、本当は今日じゃなくて、その日を開催するということで呼びかけたときは、2組ぐらいしか集まらなくて、でこれはちょっとまずいんじゃないか、本当に心配で、集まるかどうか心配だったんですけど、
日付を変更してすごいいろんなところに当たって、そうですね、皆さんこう日程的なこともありますもんね。はい、そうなんですよ。やっぱり先ほどのバンドも夏休み最終日で、はい、今日のライブに来てくれたってことで、すごい、なんだろうな、まあ、みんな長野県内の高校生っていうと高校ごとに予定が違ったりしてなかなか集まれないんじゃないかと思ってたんですけど、結果的にキャンセル待ちのバンドが出るくらい応募があったので、はいはい、すごい良かったと思います。はい、今後どんな風にやっていこうかななんて思っているでしょうか。今後そうですね、オバステの活性化ということでは、はい、今回のイベントは外部の方をお呼びして、まだオバステに来たことのない方にもオバステに訪れていただこうっていう外部の方を中心としたイベントだったんですけども、はい、今年中にあと考えているイベントはこのオバステの棚田を借りて稲作をしているオーナーさん方を対象にしたイベントを考えていて、はい、他にもあるんです。田中さんはどうでしょうか。そうですね、同じように、4人いるんですけど、はい、そのこのライブだけではなくて活動は他にも、そのオーナーさんっていう方々を対象にしたいろんなイベント、いろんなあと3つぐらいイベントがあるので、それでも活性化できたらなっていうふうに考えていて、このバンドについては、まあ、今年はこれきりなんですけど、まあ、手伝いに高1の後輩も参加してくれているので、つながっていけたらいいなっていうのは、まあ、私たちの望みではあるんですけどっていう感じですね。まあ、第1回目ということで、はい、今後、まあ、後輩にもつなげたいし、できればそうだ、ね、と言ったらいいなっていう感じですね。どんな活性化がいいと思います。オバステの棚田の後継者不足っていうのも結構問題になっていて、はいはいはい、私たちもそういう保全団体の作業のお手伝いを何回もしたりしているんですけど、そういう感じで若者がもっと棚田に興味持って将来的にここの稲作をこう継いでくれたりとか、そういう感じになっていったらいいなっていうのを思ってます。最後に何かアピールありますか。アピール、いや、もうそれはぜひオバステの棚田にお越しください。お願いします。お願いします。はい、ぜひ夢が叶うように頑張っていただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。まず続きますけど、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Would it be alright if you were by my side? You know we stumble in the dark, I know we'd be alright. Would it be alright? Cause if you lost all my time, we'd take care of the fire.